ねえおばちゃん、ある有名な YouTuber が叩かれてるみたいだよ。え、ある有名な YouTuber？ 妊娠中 YouTuber、 配達員の冷たい対応に衝撃、ファン怒り、信じられない、そんな人がいるなんて。今月解散を発表したバンユンの元メンバーで第一子の妊娠を発表した人気 YouTuber ユン28歳が14日までに YouTube チャンネルを更新、配達員とのエピソードを明かし反響を呼んでいる。最近ちょっと怒ったというか悲しい話があると語り始めたユン。先日大きな家具を注文したといい、ある日自分の身長と同じぐらいの段ボールが3つ届いたという。大きすぎるためごめんなさい、私の事情なんですけど、今身ごもっていて一人でここまで運べないから、せめて玄関の中までは運んでくれないかなと思ったといい、玄関先はマンションの共有部分で放置することができないため一人で運べないから手伝ってもらえませんかと配達員の男性二人に頼み込んだけど、運んでくれなかったから晒して叩かれってか、え、何？運ぶのが当たり前っていうことなのかしら。ゆるく言ってるけどきついよ。きついって、そういうことでしょ。え、駅でもよくいるわよ。子供をさ、乳母車に乗せて、こっち乳母車だからお前らどけやってガン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 突き進んでくる主婦の人っていうことでしょ。おばちゃん、きついよ。え？え、だって、ねえ、お子様連れなんじゃっていうことでしょ。で、この YouTube さ、だから、こういうことでしょ。妊娠してるし、私、有名 YouTuber だから、中に入れるやってことでしょ。え、どうしたの今日。え、だってねえ、おばちゃんより売れてるし。そこかい。だってねえ、おばちゃんより売れてるって言ったらもう敵よ。おばちゃんも叩かれちゃうの。叩かれても見てくれてる人少ないから、そんなな、ね、打撃にならないから、これだけ言えるってことだと思う。うん、そうだね。自分自身でそれ言って悲しくならない？いや、もう、慣れたわよ。何年やってると思ってんの？底辺 YouTuber を。舐めないでよ。この人のツイートが今、賛同してくれてる人が多いんだけど、バカ妊婦がお気持ちヤクザの因縁か、最初の契約に入ってない親切を当たり前みたいな顔して要求して拒否されたら晒すとか、物流の現場を崩壊させたいの？ていうかさ、なんで、なに、自分の思い通りにならない時って、な、YouTuber の人よく晒すの？社会出てないからじゃない？だからきついよ。だって売れてんでしょ。おばちゃんの敵や。今高齢者の医療費がやばいことになってるみたいで。え？高齢者の医療費？老人の医療費が増えすぎて健康保険組合の半分近く赤字に。現役世代は年間17万円を高齢者の医療費として負担。健康保険組合 40% 赤字で、健康保険組合は14日大企業の社員らが加入する全国1383健康保険組合の2022年度の決算見込みについて 40.4% に当たる559組合が赤字だったと発表した。高齢化の進行などで医療費が増え財政悪化したことが要因としている。赤字組合の割合は前年度の 53.4% から減少した。ただ健康保険組合の佐藤会長は医療費が極めて高い伸びとなっており大変厳しい状況に変わりないと指摘。加入するから社員らが
健康保険組合に支払う保険料の引き上げや解散を検討する組合が出てることが懸念されると述べた。へえ、もう高齢者が若い人たちからお金をむしり取るこのシステムがうまくいってないって何よりの証なんじゃないかな。でもお金あると思うのよね。どこに？だってね、政治家さんとかがさ、なんていうの、入院した時のあのリッチな部屋？リッチな部屋って何？一泊3万とか4万とか、あの安くてよ。もっと高いとこあるけど、そういう部屋とか考え、もうほとんど宿泊、精神的に疲れたとかって言って、精神的に疲れたってそれ、何大変なことが起こったから入院したってことじゃないの？なんか不倫したとかさ、あとねえ、ある業界からお金もらったとかそういうのがリークされると止まっちゃうのよすぐ。それで逃げ込む部屋、それからもう高くてで全部負担されるでしょ。そうなの？だってイメージよ、イメージ。議員さんが入院した時ってさ、超ミニスカなナースが付き添うような感じしない？それはわかる。いやもう悪党なのよ、奴らは。みんななんかね、付き添うに、看護師さん、超ミニスカなイメージなんだけど、許せないわ。そういえば今、消防署がね、ブチギレてるらしいよ。え、ブチギレ？消防署に通帳なくしたエアコンを設置してと電話する人々、今後はガチャ切りされることになる模様。熱中症などの搬送で救急車の出動が逼迫し、東京消防庁が不要不急の電話について最後まで話を聞かずに切断する場合があるとの異例の呼びかけを行っている。で、なんかよく最近かかってくる内容によると、部屋の電気は消えない、部屋の鍵をなくしたので何とかしてほしい、通帳をなくした、トイレの水が止まらない。あ、でもトイレの水が止まらないとか水回りだったら、よくマグネットの悪質業者のところを教えてあげればもう消防署の方たちもストレス軽減するんじゃない？いやそれは軽く地獄へ落とせるから発散できるとは思うけど、部屋の電気が消えないとか、あと部屋の鍵をなくしたかとか、やっぱり怪しい業者を教えるっていうのがいいんじゃないかな。高額請求するような、それで後からお前のところが教えた業者に連絡してきてもらったら何十万も請求されたけどどうすんだよって、もし行ってきたとしたらね、口のところに手持ってきてクスクスってストレス発散しそうね。これどうかしら。そういえばね、共同通信が嘘をこいてるみたいだよ。え、嘘をこいてる？え、どんなニュース？内閣支持率 39%、6ポイント増、優先課題は物価高対策 53%。 なんで嘘つくの？上がる見込みは全然ないのに共同通信こう言ってるみたいだよ。え、嘘つきが調査した結果、13、14、両日に実施した緊急電話世論調査によると、岸田内閣の支持率は 39.8% で、8月19日、20日、両日の前回調査から 6.2 ポイント上昇した。不支持率は 39.7% だった。岸田が最優先で取り組むべき課題は、物価高対策を含む経済政策は 53.5% で最も多く、子育て少子化が 18.8%。なんで減税が入ってないの？だってみんなそれ一番思ってるね。え、嘘つきでしょ。メディアも政治家もみんなも信じられないわよ。ねえ、一番みんな減税してもらいたいんだもん。減税しないでしょ。で、物価は上がってるでしょ。
それで秘書を辞めた息子は今度また政治家目指すとかわけのわかんないこと言ってるでしょ。上がる見込みがないのに、なんで共同通信また嘘つくの。なんでまたってつけるの。あ、ごめんなさい、ちょっと言い過ぎだったおばちゃん、うん、なんでまた嘘つくの。おばちゃん増えてる家、バルミューダか最高のステーキが焼けるホットプレートを販売しますけども、値段が 42,900 円と、なんでまた高いんだという声が上がっております。これなさいや。まだ、名前は仮名だけども、上瀬谷パークがね、横浜市の新テーマパーク構想をね、ぶち上げたのね。で、世界に誇るジャパンコンテンツ、あとジャパンテクノロジーを活用したワールドクラスの次世代テーマパークをね、三菱地所がね、これを展開するらしいんだけども、にちゃんではね、言っちゃいけない言葉がいっぱいも出てます。半分駐車場やん、それ言っちゃダメ。三菱地所の株価下がりそう、それは言っちゃダメ。三菱地所が大自然ぶっ壊して作るのがこれか、うん、これ電波基地の跡地だから自然壊せっていうか、うん、ちょっとなんかなんかいろいろなコンテンツが厳しい気がする。毎日がホロライブとかそういう風にした方がねえ、 VTuber いっぱい集めていろいろやった方が、だってなんかめちゃくちゃしょぼいおにぎりと、あとおしんこと、あとちょっとなんかよくわかんないのつけただけで3000円でも売れんだもん、うん、VTuber のテーマパークにした方がよかったと思うんだけど。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。